まもなく激しい雨の恐れがあります。ご注意ください。まもなく激しい雨が降ってくるか。完了しました。はい、荷下ろし完了しまして、そこでね、空のパレットみたいなのね、パレットというか、なんかあるんですよ。その持って行ったコンテナみたいなのがね、あるんですよ。専用のパレットみたいな、パレットじゃないやけど、どないでね、まあ、なんかそのあるんですよ。コンテナというか、なんというか、それをまた積んでね。だからマイプラですよね。だからマイプラ。うん、まあ後ろにね、荷物積めるんですけどね。そう、結局どれぐらい積むかっていうのがわからんもんでね。荷物は取ってないようですね。全然ね、4トン分の荷物とかそういうのは取れると思うんですよね。全然、まあ結局わからんし、まあ、そんなことするとまたね、時間も延びるしね、運賃いくらあんねんみたいなね、感じでしょうからね。その4トン分の荷物をね、取ったところで、まあ、それあった方がいいんでしょうけど。ということで、もう空カゴというかね、空のコンテナパレット積んでるだけで、今から帰るということでね、はい、もう、まあ、言ったらマイナスプラスの美味しい仕事ですよ、ね、ありがたいね、まあ、
まあ私ね、まあなんですか、いいとこに入ったなと、いい会社に入ったなと思っておりますよ。ということで、ある程度下を走って、帰ります。まあ下走って言うてもね、山口南までしか下走らないですけどね。はい、あの関門トンネル通って、2号線、道塩でお食事の後の、もう山口南からパスッとね、あの道塩でね、お風呂も入ろうと思ってます。道塩の食堂の裏が、お風呂になってるんですよ。道塩で、道塩ドライブイン、道塩、おなじみトラックドライバー御用達ドライブイン道塩、山口県山陽小野田市、行きます。で、そこでね、お風呂も入れるんですよ。あの裏がなんか民宿というか宿泊施設になってて、で700円ぐらいやったかね、ちょっと忘れたけど、まあ値上がりしとったらちょっと分かんないですけどね。まあお風呂入れます。結構大きなお風呂でね、まあ、そこでお風呂入って、お食事をして、で、山口南のインターから帰ります。実はね、明日有給ももらっててね、だからとっとと帰ります。
ミラーまで曇った。見えない見えない、前が見えない、前が見えない、大ピンチ。広々です。広々、駐車場も広々で、こっちにね天然温泉があるんですよ。こっちにね、一番近く、雨に濡れたくない、雨に濡れたくない、一番近く。ああ、出てきよった。
ドライブイン三塩に来ました。お風呂に入ってきてご飯と風呂&飯最高、風呂&飯最高です。はい、言いたいと思います。ヒゲを剃りました。明日は散髪に行こうと思います。髪を切りたいなと思います。ということでね、お風呂に入ってきまして綺麗になりましてね、今からお食事の方にね、行きたいと思います。三塩のね、有名な貝汁ですか、あれも食べたいしね。九州のおじさんがなんか美味しそうに食べてたね、なんかホルモンうどんですか、あれも食べたいですね。ホルモンうどん食べてみようかな。ホルモンうどん行ってみたいと思います。本日は九州で荷物を積んで帰りにドライブイン三塩さんに寄って久しぶりにうまい飯をいただこうと思います。風呂上がりにホルモンうどんと貝汁大唐揚げ定食とうまいもんのフルコースを頼んでしまいました。Thank you.
鶏肉に米が合います。うまい。この瞬間が最高だ。名物貝汁の道塩、貝が詰まっております。
げ定食ご飯大、貝汁も大、ホルモンうどん、食べましたね。いや、食べましたよ。久々に食べました。久しぶりに食べましたよ。食いすぎました。食いすぎですね。はい、すいません、食いすぎです。いや、うまいですね。でもね、いやうまいものがねあればね、食べたくなりますよね。これ飲んで頑張って帰りたいと思います。大阪まで510キロ苦しいです。いや、こんなことができるね、こんなことができるんですよ、仕事中に。真似しないようにしてください。トラック運転手ですよ。走りますよ。今からね、トラックを運転してね、大阪まで走りますよ。やる気なくなるから、ほんまに。やる気がなくなる。食いすぎたね。やりましたね、今日も。やっちゃいましたね。夜は食えないですね。夜は食えないです。リアルゴールド、ドラゴンブースト、気合い入れよ。気合いを入れる。ちょっと休憩してからね、休憩してから走りたいと思います。まあ今日ね、日変わるまでに帰ればいいんで、まあ余裕ですよ。まだ3時ですよね。ね、こうやってマイプラとかでね、ちょっと時間があると、やっちゃいますよね。お風呂に入り、貝汁を飲み、唐揚げを飲み、ホルモンうどんを飲む、ね、3000円使いましたね。3000円使いましたよ。3000円ですよ、3000円。
動画で取り返したいと思います。ありがとうございました。